飛行船アクロンのハイジュラルミン材で作ったオーナメントジュラルミンとはアルミニウムと銅マグネシウムなどによるアルミニウム合金の一種。1903年頃からドイツ中西部のデュレンに住むアルフレートビルムは鋼と同じように他の金属でも適当な元素を添加して焼き入れを行えば硬さが増すと考え実験を繰り返したものの全く硬くはならなかった。 薬莢の材料として、従来は銅と亜鉛の合金の王道を用いていたが、ビルムは、もっと軽いアルミニウムを銅と混ぜたら良いのではないか、という発想から4%の銅を混ぜた、アルミニウム合金を考えた。1906年9月のある土曜日、ビルムは、銅4%とマグネシウム0.5%を含む、アルミニウム合金を焼き入れし、月曜日に、 硬さを測定したところ、合金は著しく硬くなっていた。これが金属の自己効果現象の発見である。この合金は、1909年に、デュレナメタルベルケ社から銅4.2%、マグネシウム0.5%、マンガン0.6%を含む、素性のアルミニウム合金、ジュラルミンとして発売された。デュレナメタルベルケ社50年史によれば、 ジュラルミンとは、地名のデュレンとアルミニウムの合成語とする説と、ラテン語でハードを意味する、ドゥールズとニウムの合成語とする説がある。この頃に始まったモノコック成形に最適で、高い耐破断性を持つ上に長計量である上、第一次世界大戦の前夜というタイミングでもあり、1910年代には、セッペリンの骨組みに採用された。日本では、1916年に、 住友振動所でジュラルミンの研究が開始された。そのきっかけは1916年にロンドンに出撃して撃墜されたセッペリンの骨材をロンドン駐在の海軍監督官が入手して持ち帰ったことによる。海軍は住友振動所に分析を依頼して航空機用アルミニウム合金の開発に着手し金属片の分析や英国金属学開始の 文献をもとに試作研究が繰り返され、1919年頃には工場試作品が完成するまでに至った。その残在の一部は現存しており、UACJ の技術開発研究所で保管されている。1921年には住友振動所でジュラルミンの工業生産が開始され、翌年には中島式ブレゲー型飛行機 B-6 型の構造体に 国産ジュラルミンが使用された。1928年、アルコア社は軽装を添加した 14S を開発した。さらに1931年、アルコア社は、マグネシウム含有量を増加した 24S を開発した。1920年代当時は、ジュラルミンの強度を超える合金を、超ジュラルミンと呼んでいたが、24S の開発後は 24S が、 超ジュラルミンと呼ばれるようになった。1936年に、住友金属工業は超ジュラルミンを開発し、帝国陸海軍の軍用機にも ESD 他のジュラルミン材が多用された。もっとも、ジュラルミンには水に対する耐食性に問題があり、飛行艇の底面や水蒸気のフロートの喫水化部分には、 銅を含まないアルミニウム材や、ある程度の重量像と引き換えにあるクラッド材を使用せねばならなかった。第二次世界大戦後、GHQ による航空産業の禁止で余剰となったジュラルミン部材が、川崎航空機と縁の深い川崎車両が製造を担当した国鉄向け新生鉄道車両の外販や内装材などに使われたが、 耐食性が低い材料であるにもかかわらず、63、軽電車の場合は、クリアラッカーで、仕上げがなされたことや、オロ40型を含む車体は、構成の骨組みであったことが原因し、水密性の悪い場所から入り込んだ水分や、湿気によって、骨材と外反の間で、極部電池が形成されることによる腐食が進行した、ことから、製造後わずか七8年程度で、 全構成車体に置き換えられた。東京駅丸の内駅舎の潜在復興の際には、その軽量さからドーム部の骨組みに、ジュラルミン材が使用された。ジュラルミンには、日本産業規格での3種類がある。A2017 と A2024 は、JIS 規格では2000系合金と呼ばれる系統に属し、主に、アルミニウムと銅の合金である。一方、 A7075 は同様に7000系合金と呼ばれる系統で、主にアルミニウムと亜鉛、マグネシウム、銅の合金であり、アルミニウム合金の中で最高の強度を誇る。特徴としては3種とも切削性に富むが、耐食性、溶接性に劣る。7000系には他に溶接に向いている A7N01 がある。A7N01 は、 溶接構造用として、銅を含まない、いわゆる三元合金として知られている。アルミニウムは軽量であるが、純アルミニウムの強度は大きくない。これに、主々の元素を加えて、アルミニウム合金とした上で、熱処理などを加えることにより、強度、成形性その他の性質を調整することを、調質という。例、A7075PT651 最初の、 A は、アルミニウム合金を示し、続く4桁の数字は、合金分類を示す。第1位の数字は、合金系を、第3.4位の数字は、個々の合金の識別を示す。第2位の数字は0が、基本合金を、1位以降の数字は、基本合金の改良、または、派生合金であることを示す。ただし、日本で開発され、 国際アルミニウム合金に相当する合金が見出せない場合は、第2位目の数字に変えて N を記す。その代表例が、新幹線など鉄道車両の構え体に使用される A6N01 や自動車のバンパー補強材に使用される A7N01 である。4桁の数字に続いて付される1から3個のローマ字は、材料の形状及び製造条件を示す。 ハイフンに続く t を関した数字は、材料の調出を示す識別記号であり、基本記号はの5種類に分けられ、その後の1から3桁の数字で、さらに細分化できる。その強度と軽さから、家屋の窓枠、航空機、ケースなどの材料に利用される。また、一部の携帯電話の端末本体の装飾にも、用いられる場合もある。ありがとうございます。